でも宮若市といったらもうこの追い出し猫ですよ。災い退散で、この時期見て、マスクしてます。大きなマスクしてます。穀物などを荒らす大きなネズミを退治した猫。400年以上ここ宮若市で語り継がれている言い伝えです。追い出し猫をかたどったバスの待合所など、市内の至る場所で猫を見つけることができるんだにゃー。猫のひなめぐりっていうのぼりがね、お店の前にいっぱい出てますよね。でもちょっと面白いよ。失礼します。うわー、猫のひなめぐりってそういうことですか。まあ、一応追い出し猫の町なのでちょっと、ひな人形が、すべて人形が猫じゃないですか、これ。はあ、面白い、かわいい。今月15日まで開催されている猫のひなめぐり。市内7カ所に会場が設けられていて、自由に散策することができます。町ぐるみでの追い出し猫を盛り上げようということで、幼稚園や小学校のお子さんたちに一緒に作成していただいて、こちらに展示させていただくということを。もう町の猫って感じですよね。そうですね、はい。こうなってくるとやっぱり猫にまつわるおやつ見たいですよね。ということで、石井さんが向かったのは瀬川かしほ。店内に入るとありました、ありました、猫にまつわるおやつがたくさん。中でも一番人気はこちらのモナカなんだそうですが、これ食べたらモナカじゃないですよ。キャラメルの風味がほんと口の中にこう残ってくれるような。モナカの中にはあんこではなく、何やらペースト状のものが。実はこれフロランタンと呼ばれるキャラメルとナッツの焼き菓子がベースになっています。このモナカの追い出し猫がお店が抱えていたある問題を追い出してくれたんだとか。フードロスを本当に考えた時に、すごい折れたり欠けたりというロスが多かったので、そういう商品にならないものをもう一度砕きまして、でそれにキャラメルを混ぜて、でそれを中に詰めて焼いたお菓子、猫に作ってもらいました。確かにこれだったらもう見た目猫ですもんね。そうですね。こっちすごいっすよ。お地蔵さんがずらりと並んでますね。市内19カ所に点在している町の駅。ここ霊験寺もその一つで、町を訪れた人の情報収集の場として親しまれています。きっと美味しいおやつをご存知のはず。竹で、煮るものできたら、あのおこわというのが売ってるところが一つあるんですね。竹千寿というお名前のおこわ、楽しみ。早速教えていただいたお店に行ってみましょうよ。器が竹で、中におこわが入ってるって。はい、ございます。ありますか。はい、こちらの、竹の筒におこわが入っている商品になります。うわ、もろ竹ですね。本物ですかこれ。竹は、はい、本物のマダケを使ってます。特別に出来たてのおこわを見せていただくことに。いいですか皆さん、オープン。うわー、ぎっしり詰まってますね。しかもいい色だ。はー、普段は贈答用に中華ちまきや鶏ごぼう、タイバジルなど全部で6種類のおこわを竹筒にたっぷり詰めて販売しています。放置竹林問題もちょっとあってですね、はい、竹の有効活用ができないかなということで、じゃあ竹を使っておこわを
作ってみようというのが始まりです。宮若市が抱えていた竹害を解決しようと10年前から作り始めたんだそうです。生き返りましたね。そうですね。